初代オールバニ公爵レオポルド1868年撮影オールバニ公爵はスコットランド王国と連合王国の王族の称号をスコットランド貴族として古度連合王国貴族として一度創設されたグレートブリテン王国の時期にはヨーク公爵と合同したヨークオールバニ公爵という爵位が創設されることもあった ダーンリー教及び初代オールバニ公爵、ヘンリー・スチュアート、1564年頃。1398年4月28日、スコットランド王ロバート三世は弟にあたる、ファイフ伯爵、ロバート・スチュアートをオールバニ公爵に助した。初代伯爵、ロバートの死後は、息子、マードック・スチュアートが継承したが、1425年に処刑され、爵位も剥奪された。 スコットランド王ジェームズ2世の次男、アレグザンダー・スチュアートは1458年までにオールバニ公爵に除されたが、兄ジェームズ3世の知性に二人が争いになり、1479年にエディンバラ城に投獄された。アレグザンダーは脱獄して、パリでフランス王イ11世に助けを求めて失敗した。あと、イングランド王エドワード4世に援軍の代償として、 心中を承諾し、グロスタ公爵、リチャードの援助を借りて、エディンバラに向けて進軍した。この時は妥協がなされ、アレグザンダーの官職と領地を回復する代償として、アレグザンダーがジェームズ3世に心中することとなったが、1483年2月には、アレグザンダーとエドワード4世の交渉が再開され、二人は改めて条約を締結した。これにより、 アレグザンダーとジェームズ3世の和解は振り出しに戻り、7月にはイングランド滞在中のアレグザンダーが本国で反逆罪により死刑を宣告された。アレグザンダーはフランスに逃れ、1485年に死去した。アレグザンダーの息子、ジョン・スチュアートはフランスで育てられたが、1515 15年にスコットランド議会の要請を受けて、 イングランド王ヘンリー・パッセイの妨害を跳ねのけて、帰国、7月に摂政に任命され、爵位も回復した。以降は、摂政として、牽制を振るったものの、1524年に、スコットランド王ジェームズ5世の聖人が宣告されると、摂政の座を失って失脚。フランス王・フランスは一世の味方として、イタリアに渡って、第3次イタリア戦争に参戦した。 結婚はしたものの着室死はおらず、1536年に死去すると爵位は廃絶した。1541年、ジェームズ5世の息子アーサーは出生と同時に、オールバニ公爵を儀礼称号として使用したが、宣令から8日後に死去した。1565年7月20日、スコットランド女王メアリー1世の夫にあたる、ダーンリー一ヘンリー・スチュアートは、オールバニ公爵に除された。 ダーンディ卿が1567年2月に殺害されると生後数ヶ月の息子、ジェームズ・スチュアートが爵位を継承したが、そのさらに数ヶ月後の1567年7月に母メアリー一世が退位すると、ジェームズはジェームズ六世としてスコットランド王に即位、爵位は王領に統合された。初代オールバニ公爵、チャールズ・スチュアート、1623年頃、 ジェームズ6世の次男チャールズ・スチュアートは1600年11月19日に生まれ、同年12月23日に洗礼を受けると、同日にアルドマノック教、ロス白爵、オーモンド公爵、オールバニ公爵に上された。1625年にジェームズ6世が死去すると、チャールズ・スチュアートはチャールズ1世としてスコットランド王に即位、爵位は王領に統合された。 チャールズ1世の次男にあたるヨーク公爵、ジェームズ・スチュアートは1660年12月31日にオールバニ公爵に除されたが、1685年にジェームズ7世としてスコットランド王に即位すると、爵位は王領に統合された。1881年5月24日、ビクトリア女王の四男レオポルド王子は、アークローダン爵、クラレンス伯爵、 オールバニ公爵に除された。1884年に、レオポルド王子が死去すると、息子、チャールズ・エドワードが爵位を継承したが、1919年3月28日には1917年、称号剥奪法に基づく国王ジョージ5世の命令により、爵位を剥奪された。クラクルフト貴族名官によると、チャールズ・エドワードの息子、ヨハン・レオポルトの息子、 エルンストレオポルトの息子フベルトスは1917年、称号剥奪法第2条に基づき、オールバニ公爵の回復を求めることができる。ヨハン・リオポルドの帰遷結婚により、彼の子孫は、ザクセン・コーブルク・ゴータ公爵家の課長になれなかったが、オールバニ公爵への請求権には影響しなかったという。ありがとうございます。